べてみてください。ちょっと抑えた方やねん。え、今の、うん、はい、ということで今回はですね、皆さん今日は奈良市記録会じゃありません。鼻くそついてるお前。え、ガチですか。まあ、奈良市記録会みたいな感じなんですけど、山田記念という奈良の、これは記録会なんですか、和也さん、わかんないですけど、とりあえず今日は3月16日の土曜日、2戦目です。今もう9時なんですけど、10時45分から試合で、しかも今回は2本ないんで、1本勝負、10時45分から。本野池陸上競技場、ロートフィールドでしたっけ、ロード？ロートフィールド。皆さん、3月といえば何を想像しますか。はい、3月は、うん、遠藤さんが自己ベストを出した月じゃないですか。そうですね、誕生日月です。黙れおめでとう。ありがとう。鼻くそついてって、やめろって。3月といえば皆さん、別れの時期です。和也さんがね、今日で最終回なんですよ。はい、なんかない、今。和也さんはね、10秒20出た、あの2年前の沖縄の記録会からほとんどのね動画で出てもらってたかと思うんですけど、そんなね和也が最終回、なかなか悲しいですね。皆さん、概要欄にインスタハート組んで、じゃあ、なんでなんでなんで、鍵やか。皆さんフォローしてあげてください。とりあえず10秒34っていうタイムを切らないと日本選手権と出雲陸上に出れないということで、目標は10秒34切り、10時45分からなんですけど、本日も頑張っていきたいと思います。バイバイ。遠藤さん、今日ちょっと寒いですけど、帰るもピーだよ。マジですか、うん、準備めっちゃいいじゃないですか。残り超脇ありでさ、有効期限2016年8月やったわ。高校生の時じゃないですか。第一海音くんねって。二世間、はい、荷物持ってくれてありがとうな。はい、それはいいんですけど、最終回やもんな、二世間も。え、俺もですか。え、ちゃん、俺はまだ、まあまあ、まだ出たい、まだ出たいっすまだ出たい。まだ出たい。
100m 競走一般高校の部第1組スタートしました。この後一般高校はい、ということで1本終わりました。記録は10秒35プラス 2.5 ということで、日本選手権も出雲も切ることができなかったんですけど、聞いてください皆さん。動画見てもらったらちょっとわかるかもしれないんですけど、最初一発目スタートしました。カジカフライングしました。やのにカジカ復活してたでしょ。その理由をちょっと説明したいと思います。まず全員揃ってるからという理由で10時45分開始の競技が10時40分になりました。5分早まりたんですよ。で全員でスタートしたはずやったんですけど、1人いなかったらしいんですよね。8人いるはずが、そう8人いるはずが7人やったらしくて、あれ1人おらんくねみたいな感じに競技会の方がなってて、全員揃っとるみたいな、揃ってなくて、で1人来てさっきのレースはもうなしってなって、カジカも復活してまた全員でボンって走るっていう、まあその間にその他の人たちは10分ぐらい待たされてって感じやったので、エミさんかわいそうっすね。審議しました。審議っていうかご相談に行ったんですね。そうご相談、審議じゃない、ご相談に行きました。もう一本走らせてくれることになりました。ということで、あと1時間後ぐらいにもう一本走るんで、ちょっと1時間後ということでちょっとだけしんどいんですけど、風は多分いいと思うので公認ぐらいになっていただいて、10秒34もう一回切りに行きたいと思います。クレーマーみたいで嫌やなこれ。まあ悪いのは俺じゃないからな。まあそうそう、俺悪くないよな。はい、当たり前のことしたまで。標準切るために、手段を選ばないということですね。もう一本頑張っていきたいと思います。ということで審議したけど負けてまうっていう、すごいダサい人でしょいしょい。まあ立命最後やったし勝たしたったわ。うんこだな。ということで次は立命館記録会、来週の日曜日頑張っていきたいと思います。七立教の方、僕のわがまま聞いてくださってありがとうございました。カズヤさん、今までお世話になりました。お世話になりましたって言葉では収まらないほどお世話になってきたんですけど、自分は大学入学した時から和也さんにずっとお世話になっていて、陸上で僕が成長するだけでなく人として成長する過程の中で、和也さんはもう僕の中で必要不可欠な存在になってました。どんなに辛いことがあっても和也さんに相談したら、なんかこうしたらいいんじゃないとか、なんか自分にない視点から和也さんはその意見を出してくれたり応援してくれたりして、また梶川さんとかとは違う尊敬できるお兄ちゃんというか、もう兄貴のような存在でした。まあそれでもう全然会えなくなってしまうってなるとめちゃくちゃ寂しいんですけど、まあ僕も和也さんのことをこの滋賀県からずっと応援してますし、その和也さんに応援されてるだろうって思いながら、これからも陸上頑張っていきたいと思ってます。カズヤさんは絶対僕のことを褒めてくれないので、その自己ベスト出した時とか褒めてくれるのが本当に嬉しくて、もっと褒めてくれよって思う時もあるんですけど、やっぱり僕は雨ばっかでは成長できない人間だとカズヤさんも分かっていると思うので、今度は もっとでっかい大会でカズヤさん呼んで、いろんな活躍ができるぐらい大きな存在になって、カズヤさんにまた会いに行けたらいいなと思います。本当にありがとうございました。ガチで感謝してます。カズさんも頑張ってください。
拝見この手紙深田さん読んでるあなたは お疲れ様ですというか6年間4年間お世話になりました。ありがとうございます。深田さんね本当に一番お世話になったかってぐらい部活に馴染む時にね本当にお世話になりました。もっとふざけて。え、いいよいいよ最後やし、もう会わんやろ前一緒。いやいや会うかもしれない。マジで石川行っても頑張れよ和也。ということで最後は俺から、まあ正直言わせてもらいますとですね、めっちゃ寂しい。6年前から出会ってたはずやったけど仲良くなったのは2年前やったな。あの沖縄記録会で俺の YouTube に出演してもらった最初の動画が周りやったと思うんやけど、そこからカメラマンとしても YouTube に出演してくれる人としても YouTube だけでもお世話になったし、試合の付き添いとかも俺が、あーやべえなー、なんかタイムでねーって思った時の行きますよーっていう和也の一言で頑張れることもあった。和也が地元で就職するって決まった時、正直滋賀で受かれよっていう気持ちが大きかった。滋賀で落ち上がって何してんねん。出会いがあれば別れもあるって言ったら最後やけど、まあ和也はクソ真面目やしきっとうまくやっていけると思うよ。これからまあ山あり谷ありやと思う。俺もそうやねんけど、くじけそうになったらないつでも滋賀県帰ってこいよ。待ってる人いっぱいいるから、また美味しい飯でも行こうや。ごちそうしてな。まあほんま寂しいけど死ぬわけじゃないし、まあ、和也らしく地元でも頑張って俺を置いていくなんて